はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はポセイドン使っていこうかなと思います。航海の英石でゲットできるイベントキャラクターというわけで、まあ最近ねジョカやらユピーやら、追加されているんですけども、元祖、まあ、初代航海の英石限定キャラクターがこのポセイドンでした。この度ウンマックスになったんで、ぜひとも使っていこうかなと思うんですが、過去にポセイドンウマックスにせずに、まあ、出た当時ぐらいに動画を出したんですが、その時はめちゃめちゃ弱かったんですよね、肌感で言うと。まあ、ただしかしウマックスになったことによって運特性が最大まで使えるようになりました。これはちょっとかなり強いんじゃないかなと思うんですが、まず必殺、敵単体に 330% ダメージで14000の氷結で10000の追加というわけで、まあ氷結最強キャラクターかな、イベキャラの中では。こんだけの氷結、もうほぼガチャキャラですからね、これは。まあ、この氷結はさすがに使えるんじゃないかなと思いますね。で、友情技が邪魔5個破壊。3ターン、青属性の攻撃 35% アップ、決闘忖度というわけで、まあ、邪魔破壊要因ですね。10ターンで邪魔5個破壊できんのは、まあかなり優秀なんで、これも超究極とかで、なんか今後使えそうな気はしますね。でもって特性、4、8ターン目、自身の行動前に赤、緑、黄色、合計2個、青に変換。6ターン目開始時、レジェンドゲージ 5% アップ。というわけで、まあ、ここ、ターン指定ついてるんですよね。4、6、8ターン目。まあ、航海の英石キャラクター全員なんですけども、4、6、8ターン目なんか最強なんですわな。まあ、このポセイドさんも例外ではないというわけで、ただ、最新の航海の英石キャラクターのユピーが、この、2個、青プチに変換、まあ、持続性プチ変換が、実質永続でついてるんですよね。だから、まあ、今後このポセイドンさんも情報修正されて、まあ、ここがちょっとね、ユピーに合わせた、特性になるのではないかなって僕は、呼んでます。そして、運特性で、まあ、何が変わったかというと、4ターン目、自身の行動前の変換が7個、プラスされて4ターン目の変換が合計9個になりました。でもって8ターン目の変換も合計7個追加されて合計9個になりました。そんで6ターン目のレジェンドゲージアップが運特性で、合計、30% アップしましたんで、特性が実質4、8ターン目、合計9個青に変換と、6ターン目ターン開始時レジェンドゲージ 35% アップっていう、クソチート性能を持っておりますね。使っていくんですけども、ただどこで使ったらいいかわからんねん。あのね、押しすぎるネタ枠なんですわ、このキャラクター。このキャラクターに限らず、航海の英石限定キャラクター全員ネタ枠なんですよね。こんだけいい特性持ちながら、どこで使ったらいいかわかんないんですわ。まあ、演出等々見ていこうかなと思います。で、このポセイドンさんが悲しいのが、必殺の演出がしょぼすぎるんですよね。これ、セイントセイヤファンやったら、うわーってなってんのかな。ただね、最近のイベキャラでもかっこいい、原作知らんくても結構盛り上がる演出が多いんですが、このポセイドンさんなんか槍投げてこれだけっていう、これ何これ。特別衣装ついてこれですからね、もうちょっとなんか派手になってもいいかなって思う。まあ、原作でそこまで必殺が派手じゃないキャラクターなんかな。ただポセイドンっていう海の神様なんで、
なんか水がなんかバーンってなるのは容易に想像できるんで、絶対に原作でも派手やと思うんですけども、なんかちょっとこの辺なんかならへんかなって僕は思うんですが、14000の氷結一旦目に入りまして、このターンで氷結切れるんですけども、さらに追加で入ると 26,000 と 14,000 と 26,000 の、氷結ダメージが、入りまして、合計40,000が氷結入りましたと。でさらに必殺ダメージもまあ打ったんでね、そこにまた上乗せされて、まあ合計で言うとまあ60,000ぐらいのダメージですかね。あ、必殺ダメージクソ弱かった。まあ、50,000ぐらいか。まあ、60,000近いダメージを合計で出してくれるっていう。めちゃめちゃ優秀。んで、4ターン目。これ開始時っていうのは、ポセイドンさんの出番が来たらですね。だから、ここです。はい。ホイトー。まあ、こんな感じでめちゃめちゃ盤面を整地してくれる特性を持っているんですよ。めちゃめちゃ強いと僕は思います。ただどこで使ったらええねんなんなんこの宝の持ち腐れは。特性で耐性がないんですよ。これすべてはこれなんですよね。特性で耐性ついたらマジでぶっ壊れのイベキャラと化していた。ただこの特性持っといて耐性ついちゃさすがにあかんか、さすがに強すぎるか。イベキャラにしてはもうガチャキャラを超える性能と僕はその瞬間課すと思うんで、まあ、逆にそのバランスいろいろ考えてガチャキャラに花持たすために特性に耐性がないんかなと。それでちょっと使えるダンジョンを厳選しまくってるんじゃないかなって思う。ただねめちゃめちゃいい性能なんで、今後マジで特性耐性ついてほしいなって思いますよね。でもって7ターン、8ターン目やったかな、開始時レジェンドゲージ 35% アップするっていう。 35% アップっていうのは、イベントで言うと盤面のプチを何個ぐらいやろうな、100個以上かな、120個ぐらいを割らへんかったら、たまらないレジェンドゲージなんですよね。まあ、決闘とイベントってレジェンド溜まり方は全然違うんで、イベントではレジェンド溜まりにくいんで、だから 35% アップってめちゃめちゃ強いんですよ。ほんまに。もうロジャー以上。それで言うと。35% やもん。クソ強性能を持っているんですよね。で、ここ8ターン目になったんで、ポセイドンさんの出番が来たら、レジェンドゲージ 35% アップします。はい。はい。あれ？あれ、そう、6ターン目でしたわ。あ、6ターン目やった。6ターン目アップしてました。ちょっと見えてなかったんですけども、まあ、とにかく、こんな感じの性能がポセイドンさんです。はい、クソ強いねん。マジでイベントキャラの中で一番強いんちゃうんかと言っていいぐらい。それは、このポセイドンさんに限らず、ジョッカ、そしてモントゥトゥユピ、このお二人、まあ、とにかく、今後後悔の英石で追加されるキャラクターは全員クソぶっ壊れキャラクターとなっていると言っても過言ではないです。はい。ただしかし惜しいのが、実用性がなさすぎるんですわ。これなんですよ。うん。どこで使うねんっていう。もうね、商品だけ見たらめちゃめちゃいいねん。この機能性でこの値段？めちゃめちゃ安いやん。ただこれ横幅1キロあるやんけみたいな感じの電化製品ですね。どこで使うねん。マジで惜しいですわ。
もっとね、家庭用サイズにしてくれたら、もう速攻で買った。テレビで言うところのもう、何ですか？今やったら 4K の外付けハードディスクいらずで、DVD、ブルーレイが見れる。そして CD も聴ける。もちろんのごとくゲームもできるし、YouTube やら何やらも見れる。超高性能テレビが発売されました。この値段、5980円。と、ご期待。っていう感じの商品、絶対買うやんか。ただ、横幅1キロっていう。そんな感じですね。どこで使うねん。もっとちっこまらんなんかって言うと、そういう感じですわな。うん。なんか、42億型テレビみたいな、そういうイメージを、このポセイドンさんには持ってほしいなと思います。はい。めちゃめちゃ優秀。高性能すぎる。ただね、特性に耐性がつけば、これはマジで良かったんですけどもね。ただね、今、ジャンプチ、ものすごく加速しているんですよね。キャラの性能が。なので、この後悔の英石キャラに、耐性つく未来ってそう長くないと思う。インフレがエグいんで、そのうち追加されるで、これ。そうなったらおもろいですわな。